さあ、これが伏見稲荷大社や。初詣だって、行さんの人やろ。はあ、ほんにな。せやけどこれ初詣とちゃうわ。大きな祭りや思うで。なんでや。いやな、わいも毎年近所の初詣行くねやけどもな、こない行さんの人やなかって。アホやな、お前は。この伏見稲荷大社っちゅうのはな、京都一、初詣に来る人が多いんや。あ、そうか。さあ、これが本殿や。お参りしない。本殿をお参りいたしまして、千本鳥居へやってまいります。さあ、これが千本鳥居や。はあ、行さんあるな。これはな、普段から、伏見稲荷大社を大事にしてる人が、感謝の気持ちを込めて、この鳥居を奉納すんや。せやさかい、いろんな人の名前が入ってあるやろ。ほんにな。せやけどこれ、千本鳥居っちゅうぐらい境に、千本あんねやろな。数えたろ、あげんあげん。あおな、この鳥居の数は、5000を超えたって、今でも増え続けてるんや。あ、そうか。ねえ、鳥居抜けたら、えらい行さん人が並んでるから。あら、なんや。あら、お前、重軽石や。重軽石っちゅうと、まあ、あの石を持った時に、軽いと思ったら願いが叶う。重いと思ったら願いが叶わんてなことが言われたあるな。お前の夢なんや。ワイの夢やか。ワイの夢はな、うなぎの道具ごとや。ねえ、その夢。小さいな。まだなんでや。いや、ワイな。よううなぎ食うねんけどな。いつも頭やねん。うん。しやさかいっぺん、動画食ってみたいなと思って。情けないやつやな。名前がな。いっぺん持っておきいな。あいつ泣いて帰ってきよったの。どないして。意思持てなんだ。ねえ、そんなことで泣いてんのかい。そんなことでないや。わいもううなぎの毒食われへんか。何言うてんねん。そんぐらいまたわしが食わしたるがな。それより、今からこの山登るで。この山っちゅうと、目の前に見えとある稲荷山や。え？これ山。低いなぁ。わい丘かと思ったわ。こんなもんな、走ってても登れるわい。わい先行くさかい、はよついてこいよ。これ待ちんかいや。青が通り、走って登っていきよった。残された男はと言いますと、ゆっくり登っております。しばらく登っておりますと、最前いたはずの男が、石に腰かけとる。おい、どないしたんや。いや、この荷物がちょっと重とうてな。すまんけど、持ってもらわれへんやろかな。情けないやつや。名前はこっちかしいな。はおきに。ほなまたわい先行くさかい。はよついてこいよ。また走っていきよった。しばらく歩いてると、また座っとる。今度はどないしたんや。いや、もう、歩かれへん。おぶって。走ってでも登れると言うたんは当たりや。すまなんだ。わいが悪かったさかい、おぶって。いや、ほんまに情けない。ないわ、もう乗りんかんや。頂上までおぶりまして、帰りは歩いて降りてきよった。ああ、疲れた。何言うてんねん。お前降りただけやないかいな。ははは、悪てる場合やないで。ああ、腹減ったな。うなぎでも食いたいな。お前大前、うなぎ食わしたり言うてくれたな。ちょっと食わしてえな。厚かましいやつやな。前は、食わしたろ。ああ、大きいことは、腹いっぱいや。やっぱり、お稲荷様はご利益あるな。なんでや。いや、わいが荷物重たいなと思ったら持ってくれる人がいて。おぶってほしいなぁと思ったら、おぶってくれる人がいて、うなぎ食いたいと思ったら、食わしてくれる人がいてな。せやけどこれみな、お前がやってくれたこっちゃったな。お稲荷さんのおかげで、もうお前はワイの、いいなりや。